ラウル・ロハスらが制作した人工知能サッカーロボット FU ファイターズ2004年2005年の世界チャンピオンラウル・ロハス・ゴンザレスはメキシコ出身のドイツの計算機科学者数学者であるベルリン自由大学の教授であり人工ニューラルネットワークの研究で知られる彼が制作を支援したサッカーロボット FU ファイターズは2004年と2005年のロボカップで 世界チャンピオンとなった。彼は現在自動運転車プロジェクトスピリット・オブ・ベルリンを指揮している。彼とその研究チームはコンラート・ツーゼとコンピューターの歴史に関する研究でボォルフガング・フォン・ケンペレン賞を受賞した。現在の研究は人工知能とその応用が中心になっているが、他に数学と経済学の学位も取得している。 2009年、メキシコ政府は、メキシコ市民による科学的功績に対する、ラウル・ロハス・ゴンザレス賞を創設した。第1回の賞は、植物バイオテクノロジーへの貢献に対して、ルイス・ラファエル・エレラ・エストレラが受賞した。2010年には、ベルリン自由大学の学長選挙に立候補した。ラウル・ロハスは1955年6月25日に、 メキシコ式シでエンジニアと教師の両親のもとに生まれた。メキシコ式シのメキシコ国立工科大学で数学と物理学のメキシコ国立自治大学で経済学の修士号を取得した。1982年にドイツに移り、ベルリン自由大学で経済学の博士課程に進学し、政治経済学者エルマー・アルトファーターの指導を受けた。 博士論文は、ダイアームト・デア・ナチオネン、ハンブーフツア・シュールデン・クライズ・フォン・アルゲンテイニアンビス、ザイールのタイトルで出版された。1994年に、ハレ・ビッテンベルク大学の正教授になり、後に、ベルリン自由大学に移り、現在は、情報学部に在籍している。彼の妻、マルガリータ・エスプンダ・アルゲードは、同じ学部の教授である。ありがとうございます。